機体にドラえもんが描かれた飛行機が中国に向けて出発しました。日本航空は今日から東京と上海を結ぶ路線にドラえもんジェットを導入しました。中国でも人気のドラえもんで、急増する中国人観光客を取り込む狙いです。ドラえもんが描かれた機体が国際線を飛ぶのは初めてです。国土交通省によりますと、去年日本を訪れた中国人観光客はおよそ500万人です。